今いいかもね。今いいか。うん、今いいかもしれない。電池交換しました。4ボルト。あ、来たまあ今日はね、順風なんでね、結構土手からのね、風があったらもう結構機体がね、川の方に流されるから危ないけど、まあこっちからのね、横風なんで大丈夫かな。どこかな、見えんな。通路あたりやねんかな。あった。あった。あそこだった。まあ、あの機体がね軽いからやっぱ壊れんわね。最近仲間がちょっとね少なくなってるような感じがするよな。あれない。うん、はい、こう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 。あれのやつが早い。ターン。早い早い。あ、やべ、落ちた。やっぱ、あー、行った。やっぱ旋回はちょっとね、巻き込むな。今のは、通路からのが地形やろな。どっから降りるか。なんか降りにくいな。よいしょ。よいしょ。ここバラがあるからね、引っ掛けると。バラには気をつけん。うん、あ、一回こっちから行った方が早いんやねんか。よいしょ。まあ、外から行ったやろ。あ、あ、そっちか。よいしょ。よいしょ。あ、バラがあるな。バラがあるな。痛いぞ。あ、俺取れるわ。よっこしょ。ほい。ほい。ありがとう。そこは危ねえぞ。よいしょ。ね、バラが全部あるよね。なんでか。なんか入った。トゲが、トゲが、トゲが死にさせた。お今なんか飛んだぞついに、ノーズコーンが取れた。待って、どうすればいいどうすればいい。それたはめちゃうんだけやろ。そうです。あ、はまるか。むずいか。あれは？大丈夫。テープで止めようかな。あ、ここちょうど段差があるんやな。ここまで入れろってことやな。段差。
なんだ今のピッピッっていうのは。スケボーもドリフトしようと思えばできる。ああ。取れた。せーの。よいしょ。おほ。すぐそっち。こっち来る。なんでそれすぐ来るの？なんか調子いいな今日は。ちょっと電波怪しかったな今。せっかーい突っ込んだ。わかりにくい。電波が怪しい。逃げた。あら、あ、また取れたやん。なんかノーズコーン取れたぞ。あ、が跳ねたな。操作してみる？操作してみる？あ、まあほぼ、スロットルはハーフ。スロットルハーフでほとんどエルロンだけで操作するみたいな。左がスロットルで、エルロン、はい、エルロンとラダーがミキシングハーフ。エルロンだけ操作、スロットルで逃がす。スロットルで逃がす。左超えていったぞ。超えていった。スロットル下ろしてる。下ろした。うちは下手やな。よいしょ。どて声したんねん。あれか。見える。うん、多分あれやねんかな。トラクターの近くにある。どこ行っちゃう。あれやろ。これ降りれる？あれやろ？黄色いの。多分あれやろ。こっちになるよな。あれ違うのか。違うか。うん、こっちになるよ。あったあった。真ん中や。真ん中だ。あれなんやろ、ほんじゃ。よくしょ。たまさん、壊しに怖い。え、消えた？あれや。たぶんあそこの靴の中。エルロンで操作。スロットルはだいたい半ハーフで、まあコードが低いと思ったらスロットルも全開すればみんな上がっていく。違う指輪でよかった。さっきまあ普通にあのエルロンラダーミキシングみたいな。うん。普通ならエルロンでエレベーターアップ入れるんやけど。草刈りやって。あら、いや草刈ったら多分分からんくなると思うよ。なんで？うん、草で埋もれていくっていう系。うん、すぐその辺。なんか跳ねたもんな。なんか靴の中になんかまたトゲみたいなのが刺さってんだけど。よくしょ。暗いな。そもそもさっきの飛行機の位置がわからんと。飛行機あったんやろ。うん。その手前やったもんな、黒いの。黒いのは吹き飛んだ。なあ。草かったら分からんくなる。うん、草かったら多分中に埋もれて余計わからんくなると思う。多分飛行機はこの辺やと思うんやけどな。リモコン？いや、あの飛行機あったんよ。ノーズコーンだけ。あ、ノーズコーン。
うん、それがな、跳ねた時になんか外れたんよね。あった、あった、違うわ、コーン、コーンはな、スロットル回してもわからんけんな。これ以上奥じゃないと思うんやけどな、多分この辺のはずで。コーン、うん、うん、あった、あった、よくわかんない待って、取れた、コーン取れた、お、よかった、よかった、よかった、こういうのだけ見つけ、うん、それは大きいのって大体見つけるときは実際に、うん、むずいよ。普通の飛行機飛ばせる人が飛ばせんぐらい変な。これテープでつけたよ。あった、見つけた。見つけたな。すごい、うん、目がいい。テープ。すごい。テープじゃないのこれよ。テープ。どうした？接着剤でつけられんか。まあ接着剤つける？うん、接着剤でつけちゃおう。いい。めくっちょってから。難しいんやな。北側。これ俺も多分つけるのミスるけんやって。これ？いや先にそれったら先に固まってしまうけん。ある程度。フルで上がらんだって。要はそれが見つかったな。うん。いいよ。これつけない。うん。ちょっと。出らねえね。あとはもう馴染んでいく系。馴染む。スロットルと右、右、スロット、右、思いっきし右やって。先読みしてからすぐに戻さんとあれ。難しいやろ。反応がちょっとな、ワンテンポ、ツーテンポ、そこで遅れてくるんで。だけ、電波が怪しいんよな。下ろしたくても下ろせんちゅうかな。ジグザグにせんと。うん。難しい。これは難しい。案外難しい。いいよ。左来るもんな、なんか。あれかな、やっぱ右のペダがちょっと弱まつのかな、滑るよな。そうそう、そこで。うん、ちょっと強いな。収まるまで待とう。ペダ回るか。あ、フルパワーと切れるのは聞きに来。いや、あんまり関係ないな。バカなんだ、バカなんだ。だけど、同じ機体。150m 近づくな。これは難しい。あ、ちょっと風強いな。150m行ったらもう右にやな。うん、この前ギリギリだったもんな。この前向こう側に飛んだ。もう川の上ぐらいまで行っちゃったな。ヒヤヒヤしながら。よくわかるな。な、向きがな。色は何色ある？3色。あと赤が。赤誰か買わんかなって。さ、揃うんやけど。あ、これ3000何本。320ちょっと FX、うん、これ似たやつでんな、620ちょっとさらに短いんやろな、ちょっと空に、うん、空にしとる、空に知らん、バッテリーがねえやん。今日も来週一番の人買いそうだけど、エルロンでも回るけんな。エルロンちょっと曲げっぱなしにせなきゃいけんの。もうフルに打たんと、うん、で巻き込んでちょっと落ちる、高度落ちる、風強い、うん、結構強い。私も行ったら帰ってこう、あれつけよう、修理する、テリーさんがそうやな、今日いっぱい
っぱい俺の取れるし。